皆さんこんにちは。第100回箱根駅伝は3日復路が開催され、青山学院大が大会新記録の10時間41分25秒で2年ぶり7度目の総合優勝を飾りました。フレッシュグリーンのタスキをつけた走者が笑顔で大手町のフィニッシュに飛び込んできました。今回の大会は第100回大会ということで、とても注目されていた大会ですね。今回は優勝した青学の監督原晋さんの意外すぎる裏の顔、張本勲さんが猛批判していた件、過去の過ちについて見ていきたいと思います。箱根駅伝で総合優勝した青学大の原晋監督と選手たちが4日日本テレビの朝の情報番組 ZIP に生出演しました。番組では1から10区までのレースの模様を VTR で振り返りながら、選手と原監督が当時の状況などを語りました。原監督の意外な一面について、主務の赤坂拓実選手は、選手に対する声かけというのはすごいポジティブなものが多くて、行け行け行けみたいな感じで声をかけるんですけど、マイクを切った時にはネガティブになったりして心配性な一面があって、社内が不穏な空気になったりもしますと暴露。三浦あさみアナウンサーが、監督そうなんですかと聞くと、原監督はいや、やっぱりね、先頭でレースを進めると2分3分と開いても、いつ来るのかな、いつ来るのかなとか、ここで沿道から誰か来て転倒しないようにしてねとか、捻挫して転ばないようにとか、なんかアクシデントが起こりそうな気がするんですよと言い、後ろにいる時はもう2分離れたらこりゃ難しいなって思うんですけどねと話していました。そんな原晋監督はこれまでメディアや本を通して数々の発言や名言を残してきています。そもそも人間は明るい方がいい、原晋監督らしい名言ですね。原晋監督のポジティブ思考や発言は周りに力を与えたり勇気を与えることができるとともに、青山学院大学の選手が伸び伸びとしている雰囲気がとても伝わってきます。伸びる人間には覚悟がある、原監督は自分で考えることの重要性をよく訴えられています。他力本願では手に入れることができない覚悟、覚悟を手にした人だけがあの苦行のような箱根駅伝に出場できるんでしょう。ますます応援に力が入ります。選手たちを走りたくて仕方ないという心の状態に持っていくことが大切です。いやいや、やらされるより好きなことの方が結果は当然出るでしょう。ただそれをスポーツの指導者が意識的に行っていることに衝撃を受けました。マネージメントにおいてこれができれば無敵です。原晋監督は毎年箱根駅伝前に大作戦スローガンを掲げています。箱根駅伝2020やっぱり大作戦、やっぱり4年生は強かった、やっぱり青学大を応援してよかったと言われるようにという思いで立てられています。箱根駅伝2019ゴーゴー大作戦、箱根5連覇、5度目の優勝、95回大会など5という数字になぞって立てられています。箱根駅伝2018ハーモニー大作戦、オーケストラのような美しいハーモニーを奏でることができれば優勝できる、一人でも音程を外したら負けてしまう、全員で勝ち取るという意図で立てられています。箱根駅伝2017三級大作戦、3連覇3冠、そして監督になって9度目の出場をかけて周りに感謝を伝えたいという意図で立てられています。箱根駅伝2016ハッピー大作戦、みんなのハッピー指数を上げテンションを上げていくという意図で立てられています。箱根駅伝2015ワクワク大作戦、ワクワクドキドキさせるようなレースをしていきたいという意図で立てられています。2013年に初めてスローガンで大作戦名を発表し、以降恒例行事となっています。原晋監督は自身で伝説の営業マンということもあり、コメントや話についてはとても説得力があります。話がうまいから情報番組のコメンテーターとして活躍されているんでしょうね。またテレビで出演した出演料は卒業する4年生の卒業旅行代として旅行代を出してあげるんだそう。優勝した年はハワイ旅行をプレゼントされたそうですし、なかなかできることではないですよね。妻美穂さんは選手を自分たちの子供のように思ってるとおっしゃってましたし、旅行をプレゼントするのは大賛成のようです。ただの指導者と選手という関係ではない愛を感じますね。次は張本勲さんが猛批判していた件について見ていきたいと思います。
2019年1月6日放送のサンデーモーニングで、張本勲氏が箱根駅伝で5連覇を逃した青山学院大学陸上部原晋監督を猛批判しました。張本氏は1月に3日に開催された箱根駅伝で優勝の大本命と見られていた青山学院大学が2位に終わり、東海大学が優勝したことについて、勝つだ、青学の原監督に注意の勝つ、バラエティー出過ぎだよ、やっぱり勝ってから出るならいいけどね、人気者はいいですよ、あれだけ出るとね、反感買いますよ、やっぱり人間はやきもちのところがあるから、なんだと、もう勝ったようなつもりで出てるのかということがあるからね、ちょっと注意してもらいたい、スポーツ選手としたらね、終わってなら出るならいいけどね、これからも続くから一つ心してチーム作りをしてもらいたいと、陸上部長距離ブロック監督で情報番組のコメンテーターなどバラエティ番組にも出演する原晋監督を猛批判しました。これに反論したのがゲストの福岡ソフトバンクホークス球団会長王貞治氏。張本氏とは巨人でクリーンナップを組み盟友として知られるが、この意見には同じ団体競技の監督経験者として黙っていられなかったようで、確かにね、負けたら何言われてもしょうがないんですよと張本氏の意見に配慮を見せつつ、だけど袋の青学は見事でしたね、よくあそこまでね、もう一区あれば勝つんじゃないかってくらいまで頑張りましたと、選手や監督を責めることなく頑張りを称賛。張本氏もこの発言には黙るしかなくなってしまいました。張本氏の発言については一部に同意する声もあったものの、監督がバラエティ番組に出ることと箱根駅伝の成績は関係ないなどとネットユーザーから猛批判を浴びることに、そして選手を褒めて伸ばそうとする王氏の姿勢に称賛が集まりました。最後に原晋監督の過去の過ちについて見ていきたいと思います。今年も箱根駅伝が開幕しましたね。前回大会で駒沢大に王座を明け渡した青山学院大は逆襲の走りを見せてくれました。原晋監督、そして学生たちを支えるのが寮母を務める原美穂さんです。寮母という立場から青学の強さの秘密を解き明かす原美穂さん著、普通の主婦が弱かった青山学院大学陸上競技部の寮母になって箱根駅伝で常連校になるまでを支えた39の言葉から監督就任3年目の苦悩とスカウティングに関する章を抜粋して紹介します。3年契約で就任した監督が率いた青山学院大学陸上競技部は最初の予選会で16位、翌年は13位、その翌年は16位という結果に終わり、3年続けて本戦出場を果たすことはできませんでした。監督はこのまま契約が解除されるのが規定路線でした。ただ3年目の予選会での敗退が決まった時、私が最初にしたことは新しい職を探すことでも広島へ帰るために荷物をまとめることでもありませんでした。やったのは監督を焚きつけることでした。もう1年やらせてもらえるように大学に頼んで土下座してでも。最終年の16位という順位は決して期待していたようなものではありませんでした。もっと上を目指していたはずなのに、前年よりも順位を落としてしまったその最大の理由は寮、つまり部内がだいぶガタついていたことにあると思います。この年がラストイヤーになると思っていた監督は前年高校生のスカウティングの方針を変えていました。それまでは記録もさることながら人間性をかなり重視してスカウティングをしていたのですが、その年はとにかく結果を出そうと人間性は後回しにし、記録優先で高校生を集めたのです。そこには監督が旧知の高校の先生からはあの子は取らない方がいいと言われた子も含まれていました。それでも監督はその子も箱根駅伝には出たいだろうからきっと生活を改めるだろうと期待、いえ信じたようです。ところがそれが裏目に出ました。高校の先生の指摘は正しかった。その子は寮のルールを守らないどころか周りに悪影響を与えるようになりました。しかし陸上の実力は抜きんでているので先輩もあまり強く言えない。結局この年の新入生は歯が抜けるように辞めていきました。もちろん残った子もいたのですが、実力者が抜けていくことには不安を覚えたでしょう。16位という結果に終わったのにはこういった背景があったのです。3年間の努力は水泡に返したような気がしました。でもそれよりも強かったのはここで諦めたくないという思いでした。今、辞めるなんて誰にでもできます。
どん底で投げ出すのは楽でもあります。あと1年やらせてもらえたとしても、やっぱり箱根には届かなくて、こんなことならあの時やめておけばよかったと思うかもしれません。40歳を目前にした監督も、新しい仕事を探すなら1日でも早い方がいいはずです。でもそんなことよりも、私は毎日頑張っているこの子たちをどうしても箱根に出してあげたい。あと1年あればそれもできるのではないかと思っていました。4年目には監督の就任と同時に入学、入部してきた子たちが最上級生になります。1年生の時からずっと一緒にやってきた彼らなら箱根に届くのではないか。その思いは半ば願望でもありましたが、半ば根拠のあるものでもありました。陸上を知らなかった私も3年かけて少しずつ学んでいました。来年なら行けるかもという予感があったのです。監督は大学の理事たちを前に、あと少しで箱根に届くところまで来ている、学生たちも厳しい寮生活に耐えて頑張っていると必死にプレゼンをしました。またこの年に最上級生になった学生たちも、原監督と一緒に箱根に出たい、もう1年原監督でやってほしいと大学に言ってくれました。こうしてようやく1年間の任期延長を手にしました。学生と監督と私のこのままでは終われないという強い気持ちが、箱根駅伝にまた挑戦できるチャンスをもたらしたのだと思います。いかがだったでしょうか。今回は原晋監督について深掘りしてきました。人間性重視のスカウトが青学の強みとなっているようですね。来年も優勝に向けて頑張ってほしいですね。青学を応援しているという方はコメントに残してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。